大家好，我是六公的老婆。女儿。我的妈妈。今日はお正月の食材の買い物に来ました。さあ今からじゃあみんなで買い物しよう。はい、お買い物が終わりまして、今ここにあります。お買い物してきました。イエーイ。まずこれ、ガンモグ。これはハイタイ、ジーベンジョーかな。金箔入り。これはジュロウ。これはジュロウ。これはエビ、シャ。これは、餅、リン。これはお豆腐。ジェシソ、豆腐。これはチャーショウ。それはホロボ、リーベンダ、ソバ、ミャン、ハイトです。以上かな。まあ、こんな感じでちょっと食材いっぱい、うー。はい。これで作っていきまーす。日本的元旦是新年，像我们老家的话，要炸鸡、炸鱼，煮牛肉，弄各种各样的东西，吃的东西要准备很多。那日本的话，他们一般都会准备这种。おせち。大家好，我是六君的老婆。はい、お正月の料理を作りたいと思います。これもう、水に戻してあります。モーグとハイタイ、これをもう水でお出汁を、あ、しまった、私好きやのにこんにゃく買うの忘れた。お、おい、OKです。ここにどんどん具を入れて煮込んでいきたいと思います。めっちゃいい色。まず牛パン切ります。水に入れる。アク抜きします。レンコン人気なんで2つあるし、レンガ、ジュース、ジュース美味しいですよ。くし切りっていうのこれ、こういう感じで、で、あとは里芋、白だし、じゃあよ、みりん、料理長、オッケー。はい、たけのこ入れるよ。ぐつぐついきます。で、煮しめっていう煮物系はみんなこれで揃ったかな、とりあえず。そういうのをちょっと明日準備して入れていきます。民店に続く。はい、これを今から詰めていきたいと思います。できました。イエーイ、できました。然后还要在门上，咱们中国的习俗有挂门画，他们不是挂门画，日本的话是在门上挂这样的一个东西。然后他们还要去买那个镜饼，就是年糕。但是我们家人不喜欢吃那个年糕，所以我们家每年就是象征性买个小的。今年丈母娘说不买镜饼也行，买了三袋这东西。我老婆说我们家人没有一个人喜欢吃这个东西的，结果你买了很多。哎，那就没办法，你就吃吧，等那一天再做一期吧。还有他们要放门松，是这个东西。所以说日本的话，很多文化是从咱们中国传过来的。在日本的话，如果新年的话会说什么？在咱们中国会说新年好。在日本的话会说せーの、良いお年をお迎えください。え何、お迎えってなんな。はい、せーの、良いお年をお迎えください。如果喜欢我的视频，期待你的点赞、评论，然后咱再点亮小红心。我们下期见，拜拜。